ディアブル島は南アメリカのフランス領ギアナにある島。英名はデビルズ島。日本名は悪魔島。本来は流刑地の一部の島に過ぎないが、流刑地全体を指す名としても用いられている。フランス領ギアナの北海岸沖合1 1トルにある面積14ヘクタールほどの島で1852年にフランスの政治犯など重犯罪者を収容するための 監獄が島に設置された。1946年に廃止されたが、現在でも監獄の建物の跡地が残っており、観光地化されている。ヤシの木に覆われ、岩が多く、最も高い地点で海抜40メートルほどになる。フランス領ギアナ本土の沖合に浮かぶ、火山列島、サリュー諸島を構成する3つの島の内アクマ島は、最も北に位置する。 1852年以来悪魔島に収容された囚人はたった数十人であり、またギアナ流刑地のごく一部に過ぎないにもかかわらずその印象的な名前から流刑地全体を指す名としてご用されている。アルフレド・ドレフィウスが1895年から1899年までこの島で服役したことでも有名である。悪魔島の他にもサンジョセフ島やロアイヤール島、 本土側の町であるサンドオーランやカイエンヌ、クールなどにも監獄があった。ギアナ流刑地はフランス史上最も悪名高い流刑地であり8万人以上の政治犯や重罪人がこの地に送られたが多くは薬病の蔓延する環境に耐えられずに生きてしまう出ることはなかった。脱獄するには密流を抜けてボートなどに乗らなければならないため脱獄できたものは少数とされている。 1854年の法律では、強制労働8年以上を宣告された受刑者は、釈放後も人生涯、面衆として、フランス領ギアナで過ごさなければならないことになっていた、と呼ばれていた。また、アンリ・シャリエールの同盟の著書に基づく映画、パピオンの舞台として知られている。この流刑地から脱獄に成功した、最も有名な囚人は、ルネ・ベルブのワであり、 彼は1938年2月にアメリカで出版した自伝ドライギロチンは芝叩く間にベストセラーとなりギアナ流刑地の閉鎖を後押しした。1938年6月、フランス政府はギアナへの囚人の移送中止を決定した。1952年に流刑地は永久に閉鎖され、受刑者の多くはフランスの大都市の刑務所に移され彼らのいくらかは、 フランス領ギアナに残ることを選んだ。ありがとうございます。